皆様こんにちは。2月20日火曜日17時を回りました。太田裕子の元気注入です。今日も最後まで聞いてね。ちょっと今日ね可愛く言ってみましたよ。船越さんどうでしょうか。とってもキュンキュンしましたよ。あ、キュンキュンした、はい、ありがとうございます。キュンキュンといえばこの間バレンタイン終わりましたね。あ、そうですね。はい。でもさ、最近のバレンタインってさ、はい、もうみんなもらうから、みんなあげるし、はい、みんなもらうから、うん、なんかちょっとね、うん、あの告白みたいな感じじゃない、なさそうですよね、最近ね。なってますよね。友チョコとかそういう方がなんかメインになってますよね、うんうん、そうですよね。みんなチョコレート食べようみたいな日になってるもんね。そうですよね、うんうん、太田先生は結構ご自身で買ったりします？あ、自分チョコレート好きなんでね、はい、自分でも買いますけど、今回もなんですけど、はい、生徒からね結構もらってね。チョコレート、うんうん、甘い日になってました。前後もそうなんですけどね。あ、いいですね。はい。でもね、うん、あの小学生のキッズに、はい、あのバレンタインの日にレッスンがあったんで、ダンスレッスンの時にね、はい、あの告白した人って言ったらね、はい、数名いましたよ。そうなんですね。チョコレートあげたのって言ったら、あげたって言ってね、恥ずかしそうに言ってたから、まだちょっと小学生とかはねそういうキュンキュンするのがあるのかななんて思ってます。そういうの聞くと嬉しいな、なんかね、嬉しくなりますよね、うん。でも3月となるとひなさんですね、あの桃の節句となります。え、もう梅咲いてますよね。咲いてます。あ、見ました？見ましたよ。あ、どこら辺で見ました？もう世田谷なんですけども、もう見ましたけれども、うん、うちの近くはですね、もう河津桜も、うん、え、桜咲いてる。満開です。え、満開。河津桜ちょっと早めじゃないですか、はい、なのでもう満開になってましたね、今朝は。でも梅ってで、はいはい、いろんな色あるじゃないですか。 ありますね、うん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 、白っぽいのと薄いピンクと濃いピンクと、うん、はいはいはい、これは梅なのか桜なのかって区別あんまりみんなついてない気がする、うん、確かに確かに自分もついてない、なんとなくな感じですよね、うんうんうん、今ぐらいだとなんか梅かな、うんうんうん、梅って言っとこうみたいな、ね、言っとこうってありますね、うん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 、確かに確かに、ね、これから暖かくなると桜の季節が楽しみとなります。はい。そして今日桜そして今日暖かいですよね。暖かい、あの爽やかな、今日はねゲストさん来てくださってます。はい。横浜男子さんです。イエーイ、やっと家が来ました。4人よろしくお願いします。もうここ多摩プラーザも横浜ど真ん中なんで。いや、そうですね、はい、今日横浜ご当地アイドル横浜男子さんね、ぴったりのあのラジオだと思いますの、ゲストさん ね、はい、ちょっと自己紹介知らない方もねいるかと思うので、はい、ちょっとやっていただきたいと思います。お願いします。はい、個人のでいいですか。はい、個人ので大丈夫です。はい、はい、横浜男子ブルー担当リーダータッツンです。よろしくお願いします。はい、タッツン、はい、はい、横浜男子紫担当作詞作曲編曲してますリルです。よろしくお願いします。うわ、すごい音作ってる。ありがとうございます。はい、横浜男子ピンク担当最年少ゆういちです。お願いします。はい、はい、横浜男子緑担当のケイタルです。よろしくお願いします。はい、ケイタル。はい、ゆういちさんはこの間入ったばっかりってお聞きしたんですけど、はい、去年の12月からアイドル活動させてもらってて、うん、なるほど、うん、そういうことだ。あ、ちょっと今、ね、なんかね急にすごい気合い入れてましたよ今ラジオの人見えなかった。7日です。7日。あ、それ7も必要だったっていうことでね。そういうことですね。そういうことだね。大事でした。12月アバウトに言うな。7 7っていうのがすごい大事だったのね、はい、なるほどね、はい、いや、もうゆういちさん入ったらもうあれですね、新規一点みたいな感じ。そうですね、やっぱり、うん、特に最年少なんで、うんうん、このあと元気担当なんで、この若い力でドンとこうね、うん、さらに横浜だし盛り上げてくれるかなと思って、はい、うん、ね、はい、うん、盛り上げてます。で、どう、実際どうなの、盛り上がったの。盛り上がってますよ。ゆういちさん、リーダーどうなの。いや、もうめちゃめちゃやっぱり、はい、結構ね、うん、あ、そう、盛り上げてくれるんでライブ中とかも。あ、そうなんだ、はい、ごめんなさい、私ライブまだ見れてないからあれなんだけど、はい、MC とか。そうですね、 MC、 そうですね、うん、なんか MC 中になんか急にけん玉をやり始めたりとかそれは天然だ。そう、いや、そう、天然でもあるんですけど、うんうん、はい、急になんだろう、ね、自分やるぞっていうのがすごいんで、僕が引っ張るぐらいが、うん、
そうなんだ。え、ちょっとライブやるぞじゃなくてけん玉やるぞ。いいのそれ。ちゃんと歌ってますよ。歌ってる？MC 中にでも。あ、じゃあマイクの代わりにけん玉。次からもういいじゃん。それおもろいですね。けん玉でいいかも。やりましょうか。うん、あの太田さんからも教えてください。はい、そう。もうけん玉担当みたいな。はい、けん玉担当ゆういちです。なるほどなるほど。で、リュウリュウさんが歌作ってる聞いたんですけど、すごいね。ありがとうございます。全部の曲を作ってる。もうその通りです。作詞作曲だけじゃなくて、そのまあ編曲っていう、こう周りの音、ギターだったりピアノだったりとか、そういうのもあの全部自分でやってて、あのグループでそれを踊ってって形ですね。振り付けは？振り付けもまあ基本リーダーが中心と、あとはまあ頼むこともあるんですけども、あの曲のちょっとまあみんなで浜田ラブラブフォーエバーっていうちょっとあの癖が強い名前のあるんですけど、みんなのことをね、メンバーのことを歌ったそう、はい、曲があるんですけど、まあそれとかはリーダー中心にでもみんなで、ね、全員であの考えさせていただいたりとかありますね。すごい。で、楽曲はもう外に提供とかもしたりしてる。はい、あります。あの最近だとその中学生の子のあのミスコンファイナリストの子に楽曲提供とかもさせていただいて、そのワンマンライブとかも、まあ、呼んでいただいて、あの一緒にその曲を演奏したりとかもさせていただきましたね。楽器もやっている。あ、そうですね、ピアノが専攻してピアノをしてて、で、まあ、大阪音楽大学っていうのを、まあ、所属してたんですけど、そこからあの卒業、そこで曲作りとか学んでって感じですね。素晴らしい。じゃあどなたかこれ聞いてる方でリュウリュウさんに音楽をお願いとかできたりする。お願いします。ここね、ここ見て、ここに頼むと、ここに頼むといいらしいよ。お願いします。お願いいたします。お願いします。で、ケイタルさんは趣味、はい、とかは音楽は作ってないでしょ。作ってないです。作ってない。なんか作れそうな雰囲気もあるよね。なんか一番落ち着いてる感じするよ、ね、落ち着き担当で、まあ、落ち着き担当ケイタルは何、なんか趣味とか。趣味でガラス細工っていうのが趣味でして、はい、ガラスで宇宙ガラスっていうのがあるんですけども、うん、そのガラス玉の中に宇宙を表現するっていうの趣味でやってますね。大きさどれぐらいなんですか。本当これちょっと分かるか、ラジオだと分かんないですけど、けん玉よりちっちゃいですね。ビー玉ぐらい、ビー玉ぐらいね。グーした時のグーの丸、グーの丸ぐらい、グーの丸ぐらい。ラジオで、ラジオで伝えるの難しいですけど、YouTube ぐらい、あ、OK の、OK ぐらいで、OK の。それはもう中に宇宙が入ってるの？そうです。あの銀をあの火で溶かしたりして模様をつけたりとか、あとオパールっていう宝石入れたりとかして。作ってますね。なんか実際は見たことないんですけど、写真では見たことがあって、作ってる様子を、あのめちゃめちゃ本格的にあのバーナーをザーってこう当ててるの、家でやってるのも、ガスバーナーをこう机に置いてガラスの棒を溶かしながら丸めていくっていう作業です。ジブリみたいな感じよね。すごいね。あの、OK、そういうOK 出ました。そういうのやるときってさ、すごい真っ黒のなんか下敷きみたいのこうやっておくじゃん。真っ黒の下敷き。目とかが保護するために。そうそう、でもなんか、あ、サングラスみたいなのはつけますね。そうそう、あ、サングラスみたいな、はい、うん、火を見やすくするために。あ、でそれだとさ、本当にさ、消えてるか分かんないな。そこ疑いますね。かぶってたら誰がやってるか分かんないですよね。手元だけしか。手元だけ。確かに。でも本当に作ってるので。あ、作ってるね。すごい趣味ですね。素敵でもね。ありがとうございます。それ販売とかもして。まあ、まだですね。まだ趣味程度で、まあ、後々そうなんですっていう感じですね。なんかぜひね、あの、それこそメンバーカラーがあるので、メンバーカラーのグッズとかをオリジナルで作れたらいいなと思ってるので、はい、販売はこちらへ。はい、こちら。あ、これ、で、ゆういちくんは、そうそう、私はこの間入った私 は、はい、趣味などなど活動以外になんか好きなこととか、であると自転車ですかね、私は。自転車、はい、いつもその自宅からその事務所に行く時も自転車で移動してたりとか、電車を使わないで結構移動自転車でしてて、今日も自転車で来ました。あ、そうなんだ、はい、
近いのここら辺住まい、まあ、全然すぐっちゃする、まあ、1時間圏内ですかね1時間圏内近いのか近いのか近いのか近くないのか横浜ではあるよ、ね、東京とかにも行くもんね、うん、自転車でね、あ、もう全然神奈川飛び出してだから本当に相棒やね、そうなんだ、え、どういう自転車、ロードバイクですね、黒いんですけど、こういうやつ、あの 顔とお尻が同じ位置になる、分かりやすい、多分そっちじゃないですね、あ、そっちじゃない、結構普通の形、ママチャリみたいの、普通の形のママチャリじゃないですよ、あの細いやつだよね、そう、そうです、え、あれロードバイクじゃないの、あれロードバイクですけど、ま、多分マウンテンバイクじゃないですか言ってるのって、あの位置が一緒のやつで、そうそう、あのこうなりやすいじゃない、怖いやつ、そう、前傾するやつじゃないんですよ、ないんだ、はい、電動とかじゃない、電動じゃなくて普通の自転車で、え、でも健康的だね、そうですね、ウォーミングアップ、もっと筋肉ついていいんですけどね、そしたらガリガリで結構や痩せるタイプというか太れないタイプ、太れないですね、でも食べるんですけど、アイドルどうですかリード、いや、あのすごい食べるんですよ、あ、そう、はい、やっぱりダンスとかもするっていうのもねあるんですけど、めちゃめちゃ、まあ、一番食べるのはこの、いや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 、ゆりくんなんですけど、ゆり食べる、食べちゃいます、ね、食べちゃう担当かわいい、もうなんか差し入れとかいただくときとかもご飯ものが多い、そうなんですね、あのすごいお客様もね、ありがたい、そう、あれじゃないの、なんかラスクとかさ、そういうんじゃなくて、そういうのもあるんですけど、もっとそのあのカロリーカスカスしたのダメだよりはギュッ、ギュッてなって、炭水化物系、いやもうありがたい、あ、じゃあファンの方も分かってるもうファンの方の方が分かってるまであるよねそのメンバー同士よりも好みを結構把握してくれてるんで、あ、そっか、もう長くね、うん、知ってらっしゃるからね、ありがたいですよ、マカロンとかじゃないとかなっちゃう食べますけどね、めちゃめちゃ好きですけども、うん、あ、甘いのもですね、甘いものもめちゃめちゃ好きですね、あ、甘いの嫌いな、はい、はいはい、大好きです、大好きです、そう、一番ゆういちくんがいつも甘いの食べてます、逆に、あ、そうなんだ、うん、甘いものしか食べてないです、太らない、太らないですね、うん、でも太らない、でも、うん、太らない、アイドルちゃんだからねいいと思うけどねで、横浜男子っていう名前なんですけど、はい、皆さん横浜当然出身、そうですよね、一回質問してみます、さすがにね、質問してみましょう、を手挙げましょう、一緒に、はい、一斉に、どうしたらいいですか横浜出身の人みたいな、あ、じゃあちょっと聞いてみる、横浜出身の人、はい、せーの、はい、あれ一人しかいない、横浜男子ですか、どういうこと、締めがちになっちゃう、どういうこと、どういうこと、私だけですか、すごい横浜大好き、横浜大好きですよ、そうですよね、大好きだなんですけど、まあ、生まれはちょっとそれぞれ可愛らしい、はい、小学生のファンがほら来てくれたね、ありがとうございます、そう、これからもよろしくね僕はあの長崎県、長崎何回、めちゃめちゃ、はい、遠くなんですけど、多いですね、ちょっと近づいて、近づいて大阪、はい、近づきました、かなり、で、僕が千葉県です、ほら、もう近い、ほぼ横浜ですね千葉って横浜ですよね、ほら横浜男子って言っちゃって大好きって言ってるけど、でも好きなんだもん、あの、みんなで一緒に住んでるんで、あ、住んでんの、そうなので、横浜男子、そう、これはもう名乗れますね、ちょっとわかんない住んでたらね、横浜に住んでるから、そういうこと、はい、から横浜男子、みんなで一緒に、もう、うんうん、なんか3日住めば浜っ子みたいな言葉もないないない、いや、嘘嘘、ないですか、あるある、どんどん僕たち発信していこうと思ってるんですけど、はい、3日住めば横浜っ子、住みやすい街ですから、うんうんうん、いい街ですから、はい、一緒に住んでる、そこもびっくりなんだけど、いや、もう長いですよ、まあ、ゆういちくんはね、最近入ったばっかりだの、まあ、と、あと横浜に、まあ、実家がね、あるので、うんうん、あの半分っていう感じなんですけど、うん、もう3人はもう 4年ぐらい、これあるね、ちょっと喧嘩とかするでしょ4年もじゃないね、まあ、言えないんですけど昨日の夜もバチバチめちゃめちゃ喧嘩してるラジオ本番ちょっとギクシャクしながらやってます、ね、いや、なんか僕とリュウちゃん結構喧嘩するんで、喧嘩っていうか、こう一個のことに対して白熱しちゃうんですよ、だからそれが別になんか大きなことではないんだよね、別に、だからね、うんうん、そう、ちっちゃいことで、うん、なんか言い争い、言い争いするよね、そうそうそう、やっぱあのヤクルト飲んだでしょ2本あったのに1本しかないとか、名前変えときなさいって、名前、そうだ、名前、昨日あのお米の研ぎ
じゃなくてお米の、はい、お水の量で揉めました。お水の量で揉めたな。午後、ね、やっぱ4人なんで5合炊いたんですよ。その時に僕は1000だと思って1000ミリだと思って1200やって1200じゃないと炊けへんって。いやいやでも調べたら1000だからみたいなので違うやんってどっちも譲らないんでめちゃめちゃ4年住んでて揉めるところがそこっていうのをなんかやって意味高い、うん、そう冷ややかな目で見てます、うん、2人はね、うん、すごいあまたやってるよみたいなそう黙ってご飯食べてましたでべちゃべちゃになったのそれはいや逆に何炊けてませんでした。え炊けてないって少なかったです。なんか無洗米を選んだんですよ今回、うん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 、で無洗米でちょっとお水を普通のお米よりも多く入れなきゃいけないんですけど、うんうん、無洗米、うん、溶かないからあそうそうですそうです、うんうん、それがちょっと少なかったでちょっと芯が残った状態で僕がやったん でみんなでも逆に気を使って美味しいよ食べれるよ食べられるよみたいな感じで言ってくれてたんですけど、ね、そうめちゃめちゃそうリーダーに、ね、逆らうと怖いからねそういや怖いですよ ね逆らえないですよ急に上下関係あるみたいな雰囲気やめてもらって逆らえない扉も開けますしそういうことだいやそういうことじゃないそういうことではないファンの方そういうことではないですそういうことではないんですけどはいじゃあここでちょっと、はい、一曲聴いてもらおうかなと思うんですけど、うん、リュリュ作ったこれもはい僕が作りましたはいリュリュ作った曲です。横浜男子さんの勇者ここにありです。どうぞ。はい、聞いていただきました、勇者ここにありです。イエーイ、ありがとうございます。なんかかっこいい曲ってイメージないけど今まで。あ、これど、そうですよね、可愛らしいっていう感じ、ね、うん、はい、爽やかが多かったですけど、これちょっと強めですけど、どういう思いとかなんかありました？とにかくかっこいい曲を作りたかったっていうのがありまして、うん、まあ、今まで、うん、お話で出た通り、うん、まあ、可愛い
と、うんうんうん、まあちょっとまあ切ない感じの曲が多かったんですけども、うん、ちょっとまあかっこよくダンスもバッチシ踊れるようにっていう思いの方が強いですね。へへ、さっきあのこう踊ってましたけど、あれ振り付け、振り付けは、うん、はい、していただいて、はい、作っていただいて、はい、で今踊ってた、踊ってた、はい、今練習してた今練習してた今練習、今リズムに乗ってた、乗ってた、練習してた、本番中、ラジオ本番中、ここで練習はしてたあのなんか今までに横浜ダンスさん、浜ダンさん、うん、浜ダンって言ってるよねみんなね、はい、浜ダン、ね、はい、浜ダンってラップあったっけ、さっきラップ聞こえたんだけど、ラップある、初挑戦、初挑戦だよね、はい、あんまりない、さっきのラップ誰やってます、僕です、ケータルです、はい、ガラスが、ガラスのケータルが、ケータルがラップをめちゃくちゃ声がいいんで、そうなんですよ、レコーディングの時 もめちゃめちゃかっこよかった、一番低音なんですよね、しかもね、うん、声がね、あ、そうですね、低い、この中で、うんで、うんうん、低音っぽい感じするもんね落ち着いて、まあ、その確かにキンキン声ではない見た目ですよね、失礼だったらごめんね、あ、いやいやいや全然大丈夫です、はい、そしてファンの方たちからいただいた質問とかが、はい、私ゲットしてるんですけれども、ここちょっと答えていこうかななんて思ってます、お願いします、はい、最近のマイブームは何ですかっていうところです、か、か全員共通だと、それこそさっきもちらっと出たんですけど、うん、すね、ご飯を一緒に食べる機会が増えて、うん、その時に白米に合うおかずを、うんうんうん、すごいみんなハマってて、最近は明太子昆布がもう一番来てます、うん、おかずっていうか、そのなんていうか、お漬物とかそういう系を今みんなでこれ美味しいよとか買ってきたりとかしてね、お互いに、そう、へえ、明太子、ただの明太子と昆布だけってこと、混ぜたり、混ぜてあります、まあ、混ぜるんだ、混ぜてるものを乗っけて、ね、混ざってるものが売ってるの、売ってます、へ、横浜駅で買えるので、へ、はい、CM してる横浜男子なんでやっぱり、はい、CM もらおうとしてる、好きやな、もらおうとしてます、あとはなんかある、あ、ご飯に合うやつ、明太子昆布、自分はまあ唐揚げをいつも食べてますよ。唐揚げね、油もないよね。やっぱそうなんですよ。油もないんで、若いんで、満腹感がね、うん、足りないよね。うん、私はレモン派です。うん、唐揚げにレモン、ね、かけますか。レモン、はい、かけるね。あ、かけるね。派閥ありますよね。マヨネーズなのかかけないのか。あ、そこ分かれる？あ、唐揚げにもレモンかけるかかけないかいるか。あと、え、あるんじゃないですか、お、調べたことないですね、うん、かけないんじゃない、かける、あ、かける、あ、僕もかける、かけるかな、あれば、お、意外とここかける派ですね、かけるときに手添える添えない添えます、僕添えます、添えない、みんなほら添えるからみんな添えない、添えてみんなも飛ぶから、上下関係あるみたいな言ってもらっていい怖い怖い、ちゃんと聞かないとね、本当のさ浜田出ちゃうからね、本当の浜田、いや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 本当みたいに、本当じゃないよ、はい、じゃあ次、はい、浜田のおすすめの横浜、ここで絶対聞きたい、うん、ここはじゃあ代表して純粋な浜っ子の、はい、ゆういちくんに、ゆういちくん、はい、まあ、もちろん横浜駅近くのデパ地下ですかね、もう何でも本当に何でも揃ってて、まあ、自分も本当甘いものも大好きですし、あとまあパン屋さんがすごい 5店舗ぐらい固まってるとこがあって、すごいね、そこに行ったらもう何でも揃ってるんですよ、あそこの地下街のね、いいですよね、知ってる、本当にデパ地下大好きで、すごいよね、そこおすすめです、私は。なんかこう何か買いきたいと思ったら横浜駅に行ったら何でも揃うみたいなイメージありますもんね、そうだよ、夜景も綺麗だし、綺麗ですね、みなとみらいとか、みなとみらいとかね、赤レンガとかね、大桟橋とか、そうだよね、確かに本当に横浜駅、横浜駅、すすあの地下だよね、私ね、あそこ行くと、え、みんなどうですか、あれ決まる、行ったことある、あそこのパン屋さん、行ったことあります、あ、はい、あ、みんな決まらないです、決まらないんだよね歩き回ってどれにしようどれにしようってなっちゃうんですよ、そう、一回取ったのまた戻したくなったりする、うんうん、いけないんだけどさ、すごい広いですよね、すごい広い、ね、で、すっごい種類のパン屋さん あのショップが、うん、そうですね、いろんなショップがあって、うんうん、種類も分かれてた、結局でも僕最終的にもう王道のメロンパンとかに
行っちゃう、なんかもう、ね、ただのね、ノーマルというか、でもこだわってるから美味しいんだろうなっていうのがあるから、それないですか、ね、わかります。はい、3つ目じゃじゃん、はい、お気に入りの曲。ちょっと誰いきます、じゃあ、これは4人住んでるから一緒とかじゃないの、せーので言ってみます、せーので言ってみます、揃うんじゃないですか、いやそうだ、確かに一緒に住んでますからね、そうだよね、バッチリ言ってみる、やってみる、一回やってみましょう、やってみます、せーの、勇者ここにある、ほら、なんだって、リーダーなんて言った今、勇者ここにある、さっき長いですね、そういうこと、リーダーそういうこと、そういうことです、でも浜田の曲言ってくれてる、やっぱり恋模様ですよ、やっぱり恋模様っていうのも浜田の曲です、先輩ね、やっぱりリーダー怖いから、リーダー怖いから、吸って浜田の曲、え、リュウリュウと、はい、あれはケイタルは、僕はブルーノマーズさんの曲、全然、いや、かっこいいけどね、全然自分全然好きですね、でも自分のオリジナル曲じゃなくて僕の曲です、それも宣伝になりますけど、ケイタルなんて言ったの、僕は世界に一つだけの花、この曲もね、実はカバーでね、ライブでさせていただいてるので、あ、そうなんだ、はい、うん、カバーもたまに、そうですね、たまに、はい、単独ライブ、定期公演があるんで、その時は結構持ち時間がな、っていうか時間が長いので、カバーもいろいろ織り交ぜてやってるので、その定期公演はいつどこでどういうタイミングでやってるんですか、偶数月に、横須賀ヤンガーザンイエスタデイさんっていうところで、横須賀にある劇場ですね、はい、何曜日の何時から、ですね、ちょっと今年になって不定期なんですけど、基本的には第4木曜日の夜にやらせていただいてるんですけど、次回が4月の11で2週目の木曜日になりますね、はい、次は4月11日、それ行きたいよって言った場合はここチェック、こちらや、DM を予約お願いしますって、告知があるので、その時に、あ、そのタイミング、はい、どっちが多いですか、インスタ見る方がいいのか、ツイッターの方が、インスタグラムを結構横浜男子、はい、あ、やってらっしゃる、じゃあインスタかな、じゃあインスタで、ね、インスタ、インスタそしてもう一つ、3月9日にもライブありますね、はい、3月9日は、戸塚ストリートライブっていう、結構僕たち出させていただいているライブがあるんですけど、戸塚の駅前で路上ライブ、あ、それ無料で見れる、はい、無料で見れるんですよ、すごいすごいすごい、はい、しかも今回は春フェスということで、4会場戸塚の駅近くで、4つの会場同時進行でやる大きめの、はい、イベントになって、かなりもう40組ぐらいアーティストさんも、はい、出るので、17時から17時20分、そうですね、夕方、はい、行くと見れますので、ぜひ見に行ってください、お願いします、はい、で最後に CM はこれぐらいなのかな、そうですね、今のね、3月9日と4月11日、はい、あと横浜アリーナを目指してるよっていう、いや、そうなんですよ、もちろん、はい、目指すは、はい、ワンマンね、ワンマンです、はい、はい、ぜひインスタ、ツイッター、X 見て応援していただけたらと思います、よろしくお願いします、はい、今日ね、見てくださったファンの方ありがとうございます、ここにもチラシでありますから、ぜひチェックしてください、はい、次の放送の、紹介します、3月19日17時からとなります、次も、今度はね、ガールズアイドルの方に来ていただきます、マーブルテールさんです、ガールズアイドルの、またキラキラした女の子たちが来てくれるのでぜひ見てください、はい、じゃあ今日横浜ダンサーありがとうございました、はい、ありがとうございました、応援してね、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます。